やっぱりあのボディメイクで人の目を引くっていうと腹筋が割れてる割れてないっていうのはかなり大きなポイントだと思うんですけど、みんなが憧れる腹筋を割る最短の方法を教えてください。最短の方法、腹筋を割る。割る。これも体脂肪落とすしかないですね。うん、もうズバリ。はい、いくら腹筋があっても体脂肪があったら見えないです。はい、以上。体脂肪落ちても腹筋自体のこうパックとか、だからそこは、筋量の差が出ますね、はい、例えば、腹筋はこれだけしかない、はい、これぐらいの、要はこっち側ね、はい、腹筋の丸みがあって、はい、脂肪がついてる場合と、はい、これだけグッとボコーンと腹筋があって脂肪が同じ脂肪がついてる場合は、はい、やっぱり中の隆起がでかい方が割れて見えるので、はい、まあ筋肉の腹筋の筋肉が大きい方が、はい、まあ、脂肪があっても、はい、まあ、割れて見えやすいんですよね、はいはい、まあ、あとは溝の深さとかもあると思うんですけど、はい、腹筋の場合は、はい、まあ、基本的にはでもやっぱり 筋肉が大きい方が、まあ、中からもせり出す感じで、はい、薄いよりは腹筋が見えやすいと、はい、ということですね。まあ、じゃあこれどうやって腹筋を大きくするのかなと、はい、まあ、やっぱり腹筋も強度の高い腹筋やると筋肥大はこの辺しやすいんですけど、はい、まあ、今やっぱり時代の流れから言うとウエストはあまり太くしたくないとか、はい、できるだけ細い状態でキープっていう考え方も多いと思うので、はい、まあ、あんまりこうした方がいいよとか僕はあんまりおすすめしないですけど、僕はもう腹筋もとにかく筋肥大したかったんですね、はい、若い時なんかもうボコボコにこうでかい腹筋っていう、結構ウエストが細いなんて別に全然考えもなくて、もうでかくできる筋肉は全部でかくしたかったし、はいはい、なんでなんかあんまりそういうプロポーションとかも考えることなかったんで、まあすごいだから強度の高い腹筋いろいろやってましたね、はい、腹筋で補助つけるとか、はい、ドラゴンフラッグやったりとか、はい、まあああいう感じで、とにかく腹筋は結構強度高いもの、なんかあまりこうクランチとかやった記憶がないですね。なのでしっかりやっぱ腹筋に刺激が入って、はい、まあ、他の筋肉と一緒ですよね、はい、もうオールアウトさせて筋肥大するというような考え方でやってましたね、はい、今はもう本当に1週間に1回3セットやるだけですね、はい、以前は昔はだから5セットぐらいで週2回とか、はい、がっつり追い込んでやってましたけど、まあ、今もしっかり追い込みはするんですけど、まあ、3セットやるだけ、はい、マシンでやってますけども、はい、まあ、そんな感じですかね。あとはやっぱりこれが絶対ですよね、ちゃんとしっかり特にフリーウェイトですよね、はい、でトレーニングすると腹筋は自然に成長してくるはずなので、はい、まあ、そこで、まあ、減量すればちゃんと腹筋が見えてるよっていう状態が作れると。もちろん腹筋をプラスでやるのも大事ですけども、はい、何か、トレーニングをしている中で自然に成長してくるっていうのが普通の流れかなと思いますね、はいはい、あとはまあベルトしっかり締めて腹圧かけるとか、はい、まあ、そういうところでも筋肉が成長してくると思いますので、はい、ですね、なので最短で終わるっていうか、まあ、最短っていうのがねやっぱり難しいところですけど、はい、まあ、筋肥大させることと脂肪を落とすことっていうのが、まあ、最短の位置を考え方ではありますね、はいはい、で最短って言ってもその脂肪を落とすのに最短って言っても、まあ、なかなかそこはね難しいじゃないですか、なのでまあ、じわじわと落としていって、はい、最後に腹筋がだんだん見えてきてっていう感じですよね、はい